皆さんこんにちは、ジャズベーシストの権丈靖です。お元気でしょうか。6月に入りまして、日本ではもう梅雨にね入りそうな地域もあるということで、ていうかもう6月なんですね。もう今年の半分近く過ぎようとしてるのかっていうのがびっくりするんですけども、こちら僕の住んでますニューヨーク市も3月末からねロックダウン、都市封鎖をしてたんですけれども、この6月8日から経済再開の第1段階に入りました。まあ、ニューヨーク州とね他の地域では5月15日からすでに第1段階に入ってるんですけども、これはね州の定める経済再開のための7つのガイドライン、例えば総入院患者数が14日間連続で減少していることとか、病院のキャパシティが 30% 以上確保されていることなどなんですけども、でこれがね全て満たされている地域から順に第一段階に入ってるんですけども、でニューヨーク市はねその時点で全てが満たせてなかったので、それからね約4週間を経てこの度第一段階を迎えたということです。でちなみにですね、これ全4段階に分かれてまして、第一段階は建設業や製造業、卸売業などで、第二段階は金融、保険、不動産、小売業などで、第3段階が、飲食業やホテルなど、そして第4段階が我々ミュージシャンも含まれる、芸術であったりとか娯楽であったりとか教育などなんですよね。でまあ第4段階は一体いつ来るんだろうという感じなんですけども、千里の道も一歩から、このね第1段階に入れてまずは良かったなと思ってます。というわけでですね、先日の動画でロックダウン下のニューヨークローカルの状況をアップしたんですけども、それが5月末の週末で、で、このね経済再開の第一段階を迎えた今どんな感じになってるかを再び撮影してきました。もちろんねクイーンズのごく限られた範囲ですけども、ご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい、こちらまず結構大きな道路沿いの風景なんですけども、あれはねおなじみのセブンイレブンですね。やっぱりこういうコンビニエンスストアとかデリとかスーパーマーケット、ドラッグストアなんかが休まず頑張ってくれてるからこそ、おかげでね住民の生活も滞りなく送れています。そういったところで働く人たちをエッセンシャルワーカーと言いまして、彼らへのね感謝を送ろうということで、夕方仕事を終えたエッセンシャルワーカーに拍手を送るという運動もありました。いやー、しかしこのコカ・コーラのトラックでかいですね。ザ・アメリカのモービルって感じですかね。でその脇にいるのは運送業者のフェデックスですね。いやー、この日はね本当に天気が良くてね、外歩くのが気持ちよかったですね。そして奥の方からバスが走ってきましたけども、彼らもね我々の生活に欠かせないエッセンシャルワーカーですね。はい、そしてこれは前回と全く同じアングルなんですけども、角の T モバイルという携帯電話のショップ、これ前回の動画では閉まってたんですけども、はい、この日は見ての通り開いてました。そしてこの角のねネイルサロンはまだ閉店中で、隣のヌードルの店はテイクアウトのみ営業で、自転車屋と酒屋は通常営業、みんなそれぞれねいろいろありますね。でこれ僕の好きなアイリッシュパブは未だ閉店中なんですけども、他にはね中にはビールをテイクアウトで販売してる場もあります。いやー、しかし早く飲みに行きたいですね。そして駅の様子も見に行ってきました。これね夕方の5時過ぎなんですけども、やっぱりね通勤時間帯とは思えない感じですね。で奥のおじさんが机を出しているのはハンドサニタイザーステーションといって、ここでね手の消毒やマスクも配ってたりします。で、あの兄ちゃんは電車に乗るためのメトロカードを買ってるところですね。でこの日ね、なんか妙にハトが多くて、本当人よりねハトの方が多いんじゃないかっていう感じでしたね。でいきなり飛んできてびっくりしました。そして住民の憩いの場の公園にも行ってきました。この日はね月曜日の夕方だったんですけども、前回の5月末の週末より人が多くてですね、特に家族連れ、子供連れの人が多かったのが印象的でしたね。でみんな思い思いにのんびりとチルしてました。そして運動場の様子も見に行ってきたんですけども、こちらはね前回の動画より人は減ってますね。この日はね摂氏31度もある夏日だったんで、炎天下でねなかなかスポーツは厳しかったんでしょうね。そして彼らはですね手をラケットの代わりにしてボールを壁当てする謎の遊びをやってるんですけども、これね意外と人気で、他の場所でもねこうやってやってたんですよね。これ謎のゲームです。しかしながらやっぱりまだねこんな感じでバスケットコートは閉鎖中でしたね。そしてドッグラン、こちらも変わらず鍵がかかって閉鎖中で、まだまだ犬もね思い切り走り回れないでストレスがたまる日々という感じですね。こちらは犬つながりで、ロックダウンは全然関係ないんですけども、どこの国にもね狛犬とかシーサーみたいな文化があるんだなと思った光景です。
で前回もご紹介した大きなお墓にもまた行ってきたんですけども、ここはね空いてました。とはいえね、これが再オープンなのか、これ奥の方に作業者がいて作業してるんですけども、まあ、彼らのために一時的に開けてたのかはちょっと分かんないですね。そして子供たちが遊ぶ遊具のあるプレイグラウンドは、まあ、変わらず鍵がかかって閉鎖されてますね。まあ、子供が安心して遊べる日はまだまだ先って感じですかね。まあ、早くそんな日が来てほしいなと思ってます。はい、という感じでごく狭い範囲ではありますが、この1週間でのローカルの変化を感じていただけたら幸いです。これね、経済再開の段階が変わるごとに、まあ、シリーズでやっていこうかなと思っております。で、1日も早く元の生活が戻ることを願っています。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。体に気をつけてお元気で、またお会いしましょう。